第46回プライムタイムエミー賞はテレビ芸術科学アカデミーが主催するエミー賞の一つで1993年6月1日から1994年5月31日までにアメリカ合衆国でプライムタイムに放送された優れたテレビ番組に贈られる賞である受賞式は1994年9月11日にカリフォルニア州パサデナにある パサデナシビックオーディトリウムで行われた。司会は、パトリシア・リッチャードソン、エレン・デ・ジェネレスが務め、アメリカでは ABC が生中継で放送した。主要部門以外のプライムタイムクリエイティブ、アートエミー賞は先行して9月10日に発表された。主要部門の最多ノミネートは、NYPD ブルーの19部門で、隣のサインフェルドが10部門と続いた。主要部門の最多受賞は、そりゃないぜ。 フレイジャー、ピケット、フェンスがそれぞれ4部門だった。受賞者は各項目最上段に太字のものである。なお、各個はアメリカ国内での放送権を持つネットワークであり、制作は異なる場合がある。数字は主要部門からの後継でプライムタイムクリエイティブ、アートエミー賞は含まない。数字は主要部門からの後継でプライムタイムクリエイティブ、アートエミー賞は含まない。 ありがとうございます。